さだなと。はい。ああ。ですね、ちょっと質問があるんですけども、結局価格が下がるっていうことは、競争相手が新しいものを立てて、でその結果下がっていくっていう行動になるわけですよね。で、周りが結局その同じスピードで立て替えていくからそのスパイラルに陥ってしまっているんじゃないかっていう疑問があったんですね。なのでそのスピードを落としさえすれば別に同じようにみんながもう少しあのグラフをゆっくり加工させることができるんじゃないかっていうことなんですけども、それはやはりあの公の仕組みでないと難しいっていうふうなお考えなんでしょうか。あともう一つ、あの私たち立てるときにその20年で壊すよという発注は全く受けないわけですよね。最初からそのイニシャルのコストをそこに置くんであれば、最初からそういう発注をしてほしいっていうかすべきなんじゃないかなっていう、100年持つような設計をするのに20年で壊されてしまうので、そういう疑問がやはり生まれるんですね。最初からその経済の論理にのっとってこれこれこういう年限だけ持たせて建てるんですよっていう発想をするんであれば、それはそれでもいいんじゃないかとは思うんですけども、その辺についてなんかそのお考えがあれば。まず一つ目の、なぜこう落ちていくのかっていうのは、あれは要するにその供給者側のその競争ではない、需要でどういうその何て言いますか、評価が需要者側からされているのかということになりますので、要するにその、最初にその先生がおっしゃったような、オフィスとしてですね、あの要するにその1年前に建てられたオフィスに対する需要が本当にそのオフィスが求められるものが変わったにもかかわらずそのままでいいのか、それ多分良くないんでだんだん落ちていくというの。それに対して、供給者が、一致してですね、建て替えないという行動を取ることができます。それはカルテルっていうんですけども、それは多分禁止されてるというか、世の中のために良くないことなんで、多分 やれないことはないと思いますけれども、すごくそれはその独占的あるいはその寡占的な環境でしかできないことなので、必ずその需要が変化しているにもかかわらずその価格を抑える建て替えっていう行為そのものもカルテルにかかるっていう考え方になるんですか。いや そうじゃないですかね。だって要するに新しいそのオフィスの需要があるにもかかわらず建て替えるなよって約束するんですよ。それは多分世の中のためにならないんじゃないかな。建て替えることがじゃあ世の中のためになるという なるということです。なるということです。それは要するにそういうオフィスをその消費者が求めているということですよね。オフィス環境が要するにそのオフィスに対する需要が、変わったにもかかわらず建て替えないという そういうその、なんていうか供給者側の約束っていうのは多分それは、消費者の利益を損なってるように思います。なるほど、なんとなく。もし世界中でやればね、まあ、楽しいオフィス作るのやめようって多分作るときはね、はい、多分発注した人も作る人もみんな20年で誰も持ってないんですよ。みんな100年間は持つよ作ると思ってるんだけど、その人たちがそこに100年いないんですよ。だからもうだってマルビルだってもメンバー10年ぐらい誰もいなくなりましたよね。それ社長も変わったし、だから多分あと10年ぐらい経っちゃまた200年とか言ってやるんじゃないですか。でもただでもそのグラフ上は明らかにその有利になるポイントっていうのが出ているわけですよね。だからもう立てた瞬間からそれがグラフ上では予測可能なポイントとしてあるわけですよね。いや、それは、いや、本当にそうやってることが分かんないですよね。そうそう、建てる人たちが。そうですね。その建物リサイクルモデルっていうのは、建て替えるその最適なポイントっていうのがあるわけです。で、多分そういう発注をしているのか、して100年だって言ってるのか。あるいは、なんかやっぱりその外生的なイベントが途中から出てきて、予測が間違っていた。最初の要するにその最適な建て替えタイミングよりも早まった何らかの、 イベントが、事情が変わったのか、要するに先ほどご指摘があった不確実性の問題ですね。そういうことに多分なる。だから収益を新たに生むだけのイベントが何らか発生して後でその事象が起こっているよということなんですよね。
どうぞ、はい、全く感覚的でしかないし、それは全てじゃないと思うんですけど、今、三中原先生が需要が変化しているのにかかわらず建て替えないっていうのは世の中のためにならないと言われたんだけど、逆にやっぱり供給側もなんかちょっと煽ってるようなところがあって、需要はそんなに変わってないのに変わってるんだぞっていうふうに思い込ませて、そういうものを提供するっていうような面が全くなくはないかなと。それはやっぱり資本主義の競争社会の中ではそういう形でこう経済を回していくっていうのがベースにあるので、その建築家の知恵よりはもっと知恵を持ってる人がその天井高一つにしても、その 3.8 と4のどこがどう違うのかわからないけど、 3.8 なんてもう時代遅れだっていうようなことがちょっと触れられただけで、そうそうそう、急に家賃が下がるみたいなところは非常に、 2.6 で全然変わらないし、その辺の仕組みっていうのは、まあ、それは煽ってると思う。必ずしも需要に対応して世の中を良くするというよりは、やっぱり供給が回しの収益を生むということがこうドライフォースになっている部分っていうのは結構あるのかな、まあ、その辺がどう分析できるのかっていうのは大きなテーマだと思います。そういうのは、ないわけじゃないっていうか、要するにその供給者と需要者をどういう人と認識するかっていう時に、要するに、供給者の方が圧倒的にその需要を持っている場合はそういうことがある。何を申し上げたいか、ただ医師と患者です。医師っていうのはどういう治療が最適なのかっていうことを、知っていて、なんだっけ、患者は分からない、はっきりと分からないですよね。でその時には、医師が、医師の誘導に従って需要が作り出されちゃうんで、それを医師誘発需要って言うんですけど、それは要するに、煽ることができるっていうことです。だから、今のご指摘っていうのは要するに作る側ですね、建築家なのかデベロッパーなのか僕は分からないですけども、煽ることができるっていうのは要するにどういう建物が社会にとって最適なのかというか、クライアントにとって最適なのかということについて供給者側の方が需要を持っていて、実はその左右されちゃうかもしれない。医師誘発需要じゃなくて建築家誘発需要というのがあるのかもしれないという、そういうそのご指摘だと思うんですよ。私はディベロッパーなんですけど、でディベロッパーの中にも私は設計部門に席を置いてるんですね。でよく社内で理想のオフィスは何だろうみたいな議論は時々やるんですけれども、営業部門は今みたいな表をダーッと並べるんですね。でスペックをダーッと並べて、よそもこうだからこのぐらいの点高だとか、で設計部門から見るとそんなスペック営業するのか、まあ、今いつまでもと中でもでそこはなかなか結論出ないんですけど、でも負けちゃうんじゃないかとか、なんかそういうような営業部門はそういう不安を常に持ってる。で設計部門からするとそんな建物の良さっていうのをそんな一つの性能を持ってやるべきなのかと、あるいはそのプライオリティって何かあるんじゃないかと、それよりもこっちの方が重要じゃないか、横並びにするなよと。特に設計者なんか特に設計部門にいると特にそう思うんですけども、なかなかそこってデベロッパーの中でもか研究学わけやってるような感じがあります。よろしいですか。どうぞ。建物 その、まあ、例えば買い高の話なんていうのは、まあ、ホテルがこう買い高足りないから取り壊して建て直しとかいうようなロジックは、まあ、比較的分かりやすいといいますか、まあ、納得できるというようなところがあるかと思うんですけども、まあ、オフィスのそのスペックで例えばその設備的なこととか、なんか内装の仕上げがどうモダンかとか、そういうようなことで、その価値なり何なりをこう評価しましょうっていうことは、まあ、躯体をいじらずにも、まあ、ある程度できるというそういうことですよね。そうだとすると、まあ、例えば今これから新しく、まあ、建てられてる、あるいは最近できましたというそういうオフィスビルに関してある程度そのなんか評価値を上げましょうということをやろうとすると、そんなにその建物の躯体自体をこう一回壊してから作り直さなきゃいけないということにはならないんじゃないかなというのが個人的な印象なんですが、それは単に社会のニーズが例えばまあ20年前にから見て今がどれほど違うのかということを想像できたかということを同じように今から例えば20年後どういうことが要求としてあるニーズとしてあるのかということが単に想像できないだけ、その想像力の私の個人的なないなさなのか、
あるいはもう本当にもうだいぶ社会もこう成熟してきているし、まあその躯体を全部いじって壊してやり直すなんていうことをしなくても、まあ20年後みんなそこそこ満足してそのオフィス、今あるオフィス空間を使い続けるという、そういう選択肢があるということなのか、なんかそのあたりについて、もし土屋さんとか中田先生とかなんかお考えがあれば教えていただければと思うんですが、どうでしょうか。要は何が言いたいかというと、その回収を部分的にやるというような仕組みがある程度できているオフィスであれば、まあその土地利用計画がいろいろ変わりますとか、そういうこう用途地域が変わりますとか、そういう話があればまた話は別かもしれないですが、そういうこうなんか大きなイベントがない限りはもうちょっと使い続けていくっていう、そういうような形にこれからはなっていくと、まあそういうふうに思いたいからそういうふうに言ってるだけなのかもしれないですけども、それがなんか単に楽観的な憶測なのか、いやいや、やっぱりこれからもうニーズはいろいろ変わっていくから今後も変わっていくんだよという話になるのかとかいうのあたりを、まあ、もしお考えがあれば教えていただければ。先生というですね、さっき、まあ、今日森口さんが来てるから、ね、やっぱり衣装みたいにデベロッパーっていうのは、さっきスペック競争したように、一昔前ね、森口さんがまだその森川とかそれなくて、新橋の第二何十森部さん、あの頃の森部さんの評価っていうのは天井高がねすごく低くて、例えば丸の内はその頃は2600だったけども、新橋の時は、まあ、2400とかかなりですよね。そういったはっきりとした差があって、やっぱりその差によって家賃も相当な格差があった。だからスペックによる話っていうのは そこら辺からね、やっぱりオフィスビルがあるんですね。で、オフィスビルを建て直すかどうかっていう判断は毎月、まあ、半年かなり短い間で不必要率っていうのが出てくるんですね。これって例えば、まあ、10% ぐらいの不必要率があると、あ、これはもうビルを供給しなきゃいけないというような判断になるんですね。今丸の内なんか最近の空室率は 1%、5%で、かなり、これ空室率がないっていうとまたこれ問題なんですね。テナントをこう入れ替えたりとか、新しいテナントを見るとか、そういう余裕がなくなると、これまたデベロッパーとしてはまずいんですね。ですから空室率っていうのが出てきた時に、まあ、例えばもう1割以上の空室率が出てくると、あ、これはもうビルを供給しなきゃいけないというような判断になるんですね。ですからやっぱりその建て替えるかどうかで、土地を持ってなければ建て替えざるを得ないですね、大きい理由は。ですからそういったことで、その需要供給に対するデベロッパーとしての役割を果たしていかないといけないというのが一つあるんですね。それとさっき僕の説明の中でオフィスが非常に多様化されてきた、使われる方が従業的に使う人もいるし、すごくもうちょっと商業的に使う人もいるしっていうんで、オフィスの一つの空間が限られた空間でやっていくには限界が出てきたんですね。ですから、それとさっきのプランのように奥行きが20メーターもあるとですね、やっぱり開口部が相当高くないといけないという話ですね、最近。そうすると天井高くなきゃいけない。で、そういうテナントもいるけども、もっとじゃあ小部屋で使いたいっていう人、そうすると天井高もそんな高くなる。これってやっぱり対応するにはかなりフレキシブルなスケルトンを持ってないとできないんです。これやっぱりこれからのそのオフィスビルの役割っていうのは、そういった多様な空間に対応できるような商品を持ってないとデベロッパーとしては戦っていけない。まあ、そういったものものことがあるとするとですね、やっぱり基本的なスケルトン、そういうフレキシブルな空間を作っておく必要があると思うんですね。そうじゃないと、それに対応できないと、まあ、ちょっと使い物にならないなっていう話は必ず出てくるので、まあ、そういった意味では将来含めてもうちょっと質的な改善が少しして必要になってくるんじゃないかと思います。
あの